はい、どうも皆さんこんにちは、こうへいでございます。ということで、ね、本日なんですけれども、まあ、テレビアニメ第8話、結ばれる思い、ね、こちらのね、まあ、最新話、まあ、放送されましてね、まあ、僕も早速見ました。まあね、おそらく、まあ、今までね8話分放送されてきてますけども、もう僕の中ですごく心動かされた、もうものすごい神回でしたね。もう感動回って言っていいと思いますけども、すごく自分の中で感動しました。まあ、もちろんね、今までもね、クークーと、カノンちゃんのクーカーもそうだし、チーちゃんとの、こう、幼馴染としての友情っていうのもすごい感動したんですけども、まあ、集結した、まあ、結成って言っていいと思いますけども、スクールアイドル部として本格活動していくっていうこともそうですし、レンちゃんの、こう、やっぱり抱えてるものがもう、なんだろう、ビエラの5人の中で結構、大きかったりするものがあるので、そのレンちゃんにこうみんなが寄り添うっていう姿もそうだし、まあラブライブスーパースターってね、あの渋谷かのんちゃんがまあ主人公ではあるんですけども、まあ第二の主人公ですよね。うん、アクアでいうチカちゃんとリコちゃんみたいな感じですよね。まあやっぱりね、あの一般公募で、まあ、今回2人ね、まあ、採用さ、まあ伊達さゆりさんと、まあ青山アナの、ま、二人ですけど、まあ、この二人がね、要はなんでね、一般公募で二人採用されたんだっていうところもね、やっぱり結びついてきますよね。まあ、要は主人公が事実上二人いるから、もう、ね、一般公募も今回二人にしたと、まあ、いうことなんでしょうね、多分。まあ、そんなですね、本当にすごい神回。で、しかもね、今回のね、ウィッシュソングという、まあ、新曲でございますけど、これもね、本当にいい曲でね、なんだろう、こう、レンちゃんの思いがすごい伝わってくる。まあ、レンちゃんがセンターの曲ですけど、レンちゃんの思いもすごい伝わってくる、もう神曲で、なんだろうな、今までのすごい曲もいいんですけども、やっぱりこう、なんだろう、挿入歌として、5人が集まって歌う挿入歌っていうのはもうやっぱ、インパクトが違いますね。第1話で未来予報ハレルヤってね、歌われましたけど、まあ、あれもね、僕すごい感動したんですけども、もう未来予報ハレルヤと同じぐらいのこうなんだろう、もう衝撃。まあ、そしてね、葉月恋ちゃんはね、そのお母さん、まあ、結構ね、家族問題みたいなのを抱えていたっていうところがあったんですよね。まあ、要は母を、2年前に亡くしたというふうに言っていて、で、母は、まあ、スクールアイドルを実はかつてやっていたと。で、ラブライブがそもそも行われる前ですよね。要はラブライブよりもはるか昔、スクールアイドルという言葉が根付くよりもはるか昔ですよね。だ本当にラブライブよりも前からスクールアイドル活動をしていたと。葉月恋ちゃんの母親は、お母さんは葉月花さんって言いますけど、スクールアイドルをして学校を救おうとしたと。まあ、要はなんだったら、だからミューズよりも前っていう扱いになるのかな。どうなんだろう。まあ、それで学校を救おうとしたと。まあ、でも、こう、まあ、残念ながら、学校を救うことはできず、廃校を、ま、阻止することは、ま、できなかったと、いうことで、ま、廃校をしてしまうわけですけども、まあ、それに対してね、こう、葉月恋ちゃんはやっぱりこう、ね、廃校を阻止できなかったから、すごい、なんだろう、スクールアイドルに対して、私の母は、まあ、お母さんは、すごくこう、なんか、嫌がってるんじゃないかと。やっぱり学校を救う上では、スクールアイドル以外の活動の方がいいみたいな感じの、スクールアイドルではまた悲劇が繰り返されちゃうみたいな感じで、多分葉月恋ちゃんは多分思っていたんでしょうね。当時葉月花さん、まあお母さんが抱えていた本当のまあ真意っていうんですか、もう真意はもう同じくね、まあ神宮音楽学校、まあ今では結ヶ丘女子高等学校になりましたけども、そこのね学校アイドル部というですね、もう奥深くに、もうその部室の奥深くに隠されていたわけでございますよ。30年以上前に本当にスクールアイドルってものを、まあ、葉月花さんは始めたわけですけど、その時のまあ思い出、日誌っていうのがまあ全部出てきたわけなんですよね。まあそれはね、すべて理事長はもう知っていたんですけども、まあ実は口止めされてたと。理事長も結構意地悪ですよね。そう。で、その日誌を見ると、まあ学校はなくなってしまったけど、でもみんなとの思いがすごい繋がったと。みんなと一つになれたと。すごいスクールアイドルとしての活動は一つ一つ楽しかったと。まあ、悔いはないっていう形でしょうね。最高の思い出だって言って、もう、レンちゃんもすごい泣きそうになってね。てかもう泣いてましたよね。僕もね、すごいうるっときました。で、
僕がですねうるっときた理由は、まあもちろんねお母さんを思うレンちゃんにすごい感動したっていう部分もあるんですけども、アクアにすごい似てるんですよね。まあ僕はねツイッターでも言いましたけども、その昔、裏の星女学院という学校も、まあ、残念ながら統廃合されてしまいましたけど、でも彼女たちはスクールアイドル部っていうのが存在していて、そこでは、学校を救うために、まあ、活動していたっていうアクアというグループが、まあ、存在します。彼女たちは頑張ったものの残念ながら統廃合を阻止することはできませんでした。でも本当に最高の思い出だと、楽しい思い出、最高の思い出であることには変わりないっていうアクア、ラブライブサンシャインっていうものがありますけど、その時とね本当に似たようなものがあって、そういう意味ではねもうね僕ねサンシャインの劇場版とかあの辺を見ていた時のことを思い出してすごいねうるっときたんですよ。だからラブライブサンシャインのね要素もねやっぱり入ってるなと思いました。まあ制作陣はねミューズの制作陣がすごい今回のスーパースターって担当してるんですけども、そう言いつつもやっぱりアクアの要素もちょっと入ってるなっていう感じはして、まあそんなね30年以上前からね本当にスクールアイドルってものがあって、だからラブライブっていうものよりも前から、ラブライブってものよりも前から学校アイドルってものを行っていたと。まあそしてそのことを理事長は知っていたけど口止めされていて、自分たちで決めてほしいっていう形になって、自分が入っていいのかっていうふうになりつつも、こうカノンが手を差し伸べて一緒にやろうと、そして風が押してくれて、まあレンちゃんがまあ加入したわけでございます。まあそれで歌った曲が、ウィッシュソングという曲なんですけども、本当にいい曲だし、本当にラブライブスーパースターのなんだろうな物語のまあそもそもの意義、うん、ラブライブスーパースターっていうのが一体なぜ、できたのかっていうこともそうですし、そのそもそもの物語の基盤ですよね。新設校、なぜ新設校だったのかってことだったり、神宮音楽学校とは一体何だったのか、学校アイドル部とは何なのか、そもそも廃校の危機は一体どうなっていくのかっていう物語のこう基盤が分かっていく、ってか分かっていきましたよね。まあ、やっぱりその上でのね、本当に重要なキーパーソン、だから第二の主人公ですよ。まあ、さっきも言いましたけど、葉月恋ちゃんの、まあ、やっぱり正体と言いますか、そして葉月花さんの正体も分かって、まあ、ラブライブスーパースターの物語の、まあ、正体が分かってきたわけでございますよね。要は、30年以上前にスクールアイドルの元祖を築いた葉月花さん、そしてその、娘さんである葉月恋ちゃん、学校がなくなってしまったけども、結ぶという字を書いた新たな学校を作って、まあ、地域に根付くね本当にいい学校を作ってほしいという音楽にねこう結びついた学校を作ってほしいっていう花さんの思いで、その思いを受け継いだレンちゃんは、まあ、スクールアイドル以外のことで頑張ろうとするんですけども、でもレンちゃんは重大な誤解をしていて、別にお母さんはスクールアイドルを嫌ってはいないと、最高の思い出だったっていう幼少期の頃のことを思い出して、すごいうるっとやっぱり来たわけなんですよね。まあ、引き続きねまあ葉月家は金銭的にもまだまだちょっと危機的な状況であることには変わりありませんので、廃校の危機っていうのはね完全になくなったというわけではございません。これは物語の最後でも言ってました。これでうまくいくのかどうかわからないと、文化祭をみんなでやっていくと、まあ、ただやっていくしかないというカノンちゃんの思いもあって、そしてみんなの思いもあって、まあ、由比ヶ丘女子高等学校のスクールアイドルリエラは自分たちの学校の統廃合の危機から、まあ、廃校ですね、廃校の危機を、逃れるため、阻止するため、これからスクールアイドル活動を頑張っていくわけでございます。皆さんのね考察なんかもねあればね、ぜひねコメント欄にいろいろと書いていただければと思います。本当に最高の作品でした、ラブライブスーパースター。てかもうなんか最終回みたいなニュアンスで聞こえますけど、まだまだね、リエラできる前ですからね5人が集まったばかりですから、物語はこれからですからね。もしですねこの動画がいいなと思うし、グッドボタン、高評価ですとチャンネル登録もぜひお願いします。今回のラブライブスーパースターね、本当にね覇権取るかもしれないってぐらいすごいです。ぜひね皆さんも何度も見返してみてください。ではまたまた次の動画でお会いいたしましょう。以上コウヘイでございました。バイバーイ。